ポーラ・シェアは、アメリカ合衆国のグラフィックデザイナー、美術家である、ワシントン DC 出身。ペンシルベニア州フィラデルフィアのタイラースクール・オブ・アートで、美術の学士を取得。ワシントン DC のコーコラン・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインから、美術の名誉博士号を受けている。1970年代には、CBS レコード及びアトランティックレコードの、レコードアルバムのアートワークをデザインした。 その後雑誌のアートディレクションに移行し、タイム社で働いた後、自身のデザイン事務所キャップルシェアを開設。1991年以来、デザインスタジオ、ペンタグラムデザインコンサルタンシーのニューヨークオフィスの主任を務めている。また、ニューヨークのスクール・オブ・ビジュアル・アーツで教弁を取る。ワシントン DC のマウント・バーノン・スクエアの多機能施設の計画に参加。 作品としては地図をモチーフにして手書きで様々な軸を書き込んだ大盤の絵画で知られている。作品の一部はニューヨーク近代美術館、クーパー・ヒューイット国立デザイン美術館の永久コレクションに加えられている。またレコードアルバムのデザインで4度にわたりグラミー賞にノミネートされている。ありがとうございます。